はい、じゃあよろしくお願いしますえ。今回は小学校3年生の算数第5回ですねで。内容が割り算を使った文章問題やっていきましょう。 で、3年生になってから初めてのこういったね、文字がいっぱい書いてある文章問題やっていくので、ちょっとね、あの、私、ハイチが作ってる文章問題の特徴を先に一個だけ伝えておきたいんで、あの、覚えておいてください。何かっていうと、みんなも学校の教科書とか、例えば計算ドリルとかね、まあ、問題集解いてるときに、割り算を使った文章問題って書いてあるページだったらさ、え、どうせ割り算使うでしょって思わない。で、実際それでできちゃうんだよね。 で、今回もちろん割り算がメインにはなってるんですが、私が作る動画の問題は、割り算を使ったって言ってるのに、割り算を使わない問題とかもたまに入ってきます。なぜかっていうと、どうせ割り算使うんでしょでやっちゃうと、みんながいつか壁にぶつかっちゃうからです。ちゃんと問題を読んで、こういうことが書いてあるから、こういうことをやりたいから割り算なんだ。掛け算なんだ、足し算なんだ、引き算なんだって。 そこがちゃんとみんなの力で見つけることができるようになってほしいのね。だから、まあちょっとね、意地悪な問題とかも作ってあるんですけども、そこはそういった性格なんだと思って聞いてください。それでは早速ね、できそうな子は動画止めてチャレンジしてもらって、ちょっと難しそうだなと思う方は今からね、説明していくんで聞いていってください。では早速始めていきましょう。まずは1番。ちょっと読んでいくから付き合って。チョコが24個あります。 で、一人に四個ずつ分けると何人に分けられますかという問題。で、文章問題をやるときのポイントっていうのは、まず一個、使ってる数字は何なのかなって、例えば今回24個とか4個ずつってここだよね。この辺が大事な数字。どの数字使おうかなっていうのが大事だね。で、あともう一個は、これすごく大事だと思ってることなんだけど、今、この問題に書いてあることをみんなが想像してほしいんです。 何をどういうことをしてるんだろうなって。ただただ書いてあるよね、じゃなくてみんなが、みんなの周りにね、まあチョコが24個あるんだって。全部食べたらきっと虫歯になるかもしれない。私は食べたいけど、チョコ好きなんでね。でも24個いっぱいチョコがあるなって。で、4個ずつ、ね、4個、4個、4個ってみんなに配っていく。その時何人に分けられるのかなーって、いうのを考えてる。それを想像してほしい。 だから今さっきやってみたり4個ずつ、4個、4個って分けたいんだよね。分ける、同じ数ずつ分ける時には何算使うって割り算だよね。だから今24個のものを4個ずつ分けたいから2 4る4なの。で、これはもうみんなできるじゃん。やってきたから。4の段、こっちは主役だからね。4の段か計算していくと4、5、20、4、6、24って。 できるから、これは6になる。だから、答えのところ。あの、私、ちょっと答えこれ A 使ってる気にしないで。みんながこ使わないと思うんだけど、これは英語でアンサーの A なのね。多分ね、みんなが大きくなったら使っていくると思う。多分ね、3年生でも使う子使うんだけど。だから答えのとこには、何人にって聞かれるから、あ、聞かれてるから、6人って書けばこれで正解こんな感じでやっていきます。いいかなザ、だんだん使う数字増えていきます。さあ、想像してね、いくよ。 袋の中に飴あ、舐める飴ね、が32個入ってます。またいっぱいの甘いもん入ってますと。32個。で、今、32個袋に入ってるんだけど、テーブルの上にあと4個あったんだって。4個あったから、ああ、るじゃん、あるじゃん。じゃあ、全部混ぜますい。32個の袋の中に4個入れちゃうんでね。入れちゃうと。で、混ぜてから、3人で分けることにしましたと、今度。ね。じゃあ、1人分は何個でしょうかっていう問題。 で、さっきみたいに24個のものを4個ずつ分けるんだったら2 4る4だよね。だから今、このままいっちゃうと、32二て3人で分けるから3 2る3みたいな、行きたくなっちゃうんだけど、まず32個あった飴に4個足してるよね。全部混ぜるってことは。だから、まず飴の数変わる。32足す4するから、飴が36個あるはずだ。袋の中にはね。 で、その36個を3人で分けるんだから、まあ、式が2つになっちゃうんだけど、36を3で割ればいいよねって。で、これも前回やったね。3。で、こっちは、まずこっちの3から考えて、3÷3 すると1。で、6÷3 すると2ってなるから12になると。つまり、1人分は12個になりました。じゃあ、答えの欄に書きましょう。 今回は一人分は何個って聞かれてるから答えのとこには12個と書けば正解になりますと。さあ、どんどん難しくなるよ。いくよ。80枚の折り紙。あ、あと漢字、あの、3年生で習ってないのも結構私使います。で、こういうふうに、あの、書けるときはね、書いたりするんですが、もし、あの、文章問題とかで知らない漢字出てきたらお父さんお母さんに聞いてください。あの、保護者の方もその協力よろしくお願いします。 で、80枚の折り紙があります。いっぱいあるね。それを1人4枚ずつ配ったら、まず書いとこうか。80枚の折り紙を4枚ずつ配りました。そしたら、人1枚ももらえなかった子がまだ5人いたんだって。ちょっと足んなかったんだよね、きっとね。だから、もらえなかった子もまず5人いると。その時にえ、そこには何人の子供がいたでしょうかっていう問題。まず、80枚の折り紙。 を4枚ずつ配ってるんだよね。配ってる。つまり配るっていうのは分けると一緒。4枚、4枚、4枚だからね。だからまず、80枚の折り紙を4枚ずつ配りましょうと。80割4だね。割り算使って。で、これを計算すると、20になります。20。で、この20は何を表してるか。みんなこう分かるかい例えばここ。 20にくっつく単位は何でしょうか今だったら20枚でしょうかそれとも20人でしょうかどっちだと思うこれ正解は20人です。人。なぜかっていうと、80枚の折り紙を4枚ずつ配ったらもらえたのが20人だからです4 4。4枚ずつ配ってるからね。で、じゃあ20人じゃんって思うんだけど、これは折り紙をもらえた子です。 ね。まだもらえなかった。一枚もね、もらえなかった子が、私、棒人間しか書けません。ごめんなさい。が、まだ5人いたんです。ここには20人います。ここにはまだもらえなかった子が5人います。全部で何人の子供がいたんだいって聞かれたら、20足す5人ね、をすればいいから、答えは25だよね。だから、答えの欄には、 25人と書いて、これで OK になります。いいかなさあ、最後は鬼が来ました。いきますよ。60個のいちご、いっぱいあるね。60個のいちごを、まず、同じ数で2つに分けます。つまり、60個あるものを2つに分けるんです。同じ数ずつね。で、それを、引こうか。60個のものを2つに分ける。それを3個ずつ。 5個ずつお皿に乗っけていきます。わって分けた後に、こっちは3個ずつ、3個ずつ。こっちは5個ずつ、5個ずつお皿にいちごを乗せていく。全部でお皿は何枚必要ですかという問題です。で、まず、60個のいちごを2つに分けます。だから60、60割る2だね。で、これは暗算しちゃうけど、30になります。つまり、30個のいちご。 30個のいちごって2つ分けたわけです。今ね。で、片方は30個のいちごをまた3個ずつ分けていく。お皿にね、お皿に3個ずつ乗っけていくグループ。ちょっと書いておこうか。え、いちごの絵は描けません。<laughs> だから、ちょっとここにしていきます。3個ずつ乗せていくから、これも30個のいちごを3個ずつ分けるので30、30÷3 です。分けてるからね。で、これ計算すると、1に なりましたでもう1個のグループあるね30個に分けたこっちはお皿の上に5個ずつここね5個ずつ乗せていきたいだから30個のいちごを5個ずつ分けていくのでこれは6になりましたで今出たこの10と6っていうのはお皿を使ってる数だよね 30個のいちごを3個ずつ分けたら、まあ、10枚の、今、まあ、書けないけど全部は。ここね、10枚のお皿を使いました。まあ、10枚とね、いちごが乗りましたってことだから。で、こっちは6枚のお皿を使いました。今聞かれてるのは、全部でお皿何枚って聞かれてるので、ちょっと上に上げちゃうよ。こっちは10枚。こっちは6枚だから10、10足す6をして、16。だから、ちょっと答え入んないかな。 16枚。ちなみに前は確か4年生で習う感じなので、ひらがなでいいからね。16枚で、これで終了となります。まあ多分これ初めは初めて見た状態で全部ね、解けたよ、楽だったよっていう方もいれば、難しかったと思った方もいると思います。だけど、最初にも言ったように、何をしてるのかなっていうのを想像していくと、使う数字。例えばここだったらさ、32個の飴があって、まだ4個ある。 混ぜてるってことは全部一緒にしちゃうんだよね。一緒にしちゃうっていうのは足し算じゃんか。だから足し算して、まず36個にしちゃえばいいじゃん。その36個を3人で分けるから 36÷3 だよねって。1個ずつ、1個ずつ順番に考えていけば、絶対みんなできるようになると自分は信じてますので、もしね、今回1回でできなかった方もまた動画ね、最初にヒュって戻しちゃえば、また最初に戻るから、1回それで自分の力でぜひやってみてください。 はい。ということで、今回は割り算を使った文章問題やっていきました。で、次回はですね、ちょっと図を使って、これ割り算から離れちゃうんだけど、図を使って、えっ、ー、と、資格を求めるっていうのをやっていきますので、よかったらそちらもぜひ見てみてください。それでは、今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。